まあ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 、何を話すんでしたっけ。そうね、名前と出身地と出身のコメンデーション、日本ホームタウン。そうそうそう、あ、ホームタウンと日本文化についてってことで、まあですね、ホームタウンあんまり適当に流していいですか。うん、全然いいよ。うん、ジャパニーズカルチャーに、うん、ってこと。あ、まあ、まあこれだけ、4つだね。 OK ですか。はいはい、OK。 はい、それでは、お、こんにちは。はい、こんにちは、はい、中川よしです。はい、出身地はどこですか。はい、神奈川県藤沢市で、横浜の南あたりにある海に面している都市です。お、なるほど。出身地のおすすめは。あ、そうですね、まあ、江ノ島っていうすごい綺麗な島があって、しらす丼、海鮮丼がめちゃくちゃ美味しいのと、あと、まあ、あの箱根にすぐ行けるっていう。あ、いいですね。はい、分かりました。じゃあ日本文化について教えてください。日本文化、まあ、そうですね、今からまあちょっと富士山なり、まあ、日本の美味しい食なりを紹介していこうと思うんですけど、うん、はい、まあ、まず僕はあの大学、東京大学という大学なんですけれども、はい、まあ、ちょっと東大生どういう服装しているのかっていう、ちょっと面白い画像があるので、はい、こんな、はい、こんな感じなんですよ。見えますか。あの、見えますかね。あのチェック柄が大好きなんですよね、うん、まあ、みんなユニクロで服買って、うん、あのファッション興味ないんでね、うん、あのみんな似たような服装してます。これがまあ東大の、ね、男子大学生。ヒロノさん映ってるよ、あなた。男子大学生の様子です。で、一方、日本の女子大生の、ティピカルな女子大生はこんな感じで、まあまあ、みんなすごい可愛らしい、ね、うん、感じなんですけども、あの、まあ、みんな似たような感じですよね、ま、みんな同じだ。同じオレンジジュース飲んじゃってね、本当に。面白い。はい、まあ可愛い子いっぱいいますけど、まあ可愛い子には気をつけろっていう話ですね。はい、うん、そして、まあ、日本といえばやっぱラーメンがすごい、ね、ラーメンね。これ僕のおすすめのラーメン、これ二郎ラーメンっていうんですけど、二郎ラーメン、あの、まあ、2000キロカロリーぐらいあるんですけど、あのすごい、うん、これまたあの注文するときに野菜増し増し油辛めみたいな、そういう呪文唱えないといけないんで、またあのおすすめです。面白いんで、ぜひ来てください。で、この形といえばやっぱり日本文化といえばね、この富士山だと思うんですよ。富士山、あの富士山、僕去年の夏登ったんですけど、うん、あの今世界遺産にもなって、うん、あの日本を訪れるなら一番心に残る場所だと思うんで、うん、ぜひ登頂してみてください。お、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイ。